はい、サイバーエージェントの津田信彦です。リアリティの、オペレーターだったりスタジオの開発をしています。そうですね、リアリティを使っては、企業のカンファレンスだったりイベントや、広告の動画の撮影をしたりして、リアリティを使っています。そうですね、リアリティのいいところ、とにかくバーチャルの空間を作ることができて、そこで、すごい広がりのある世界を作ることができるのが、やっぱり、イベントとしてもすごくいい映像になるところだったりします。で、またそのソフトとしても使いやすいので、使いやすいかつ安定しているところが、やっぱりリアリティのいいところかなと思います。